ウクライナ国立チャイコフスキー記念音楽院はウクライナキエフに本部を置くウクライナの音楽大学である。1913年に設置された大学の略称は旧称キエフ音楽院。1913年にロシア音楽協会の音楽学校として設立。 設立にあたっては、セルゲイラ・フマニノフやアレクサンドル・グラズノフ、ピョートル・チャイコフスキーなどが指揮を取った。設立の年には、v ピューカルスキーが学長を務めた。しかしその翌年の1914年からは、レイゴリとグリエールが学長の座に就いた。1925年に上級クラスを、 作曲家、ミコラ・リセンコにちなむ、MV ・リセンコ音楽、演劇研究所に改め、それ以外のクラスを音楽学校として分離した。1940年に、レーニン勲章を受賞1995年には、ウクライナの大統領によって格上げされ、キエフ国立、チャイコフスキー音楽学校に改称した。キエフ音楽院の建物は1800年代に、 建築されたホテルを使用していたが、第二次世界大戦によって破壊された。しかし1955年に再建され、その際に、コンサートホールが新たに建設された。ありがとうございます。